生吹きジムの夏目とのバトルです。エスパータイプのポケモンの超能力に翻弄されないよう注意が必要です。白熱したバトルが続いております。さあこれは効果は今一つのようです。さあ今度はよし、さあ熱戦が続いております。さあこの場面で強烈な一撃、ここで火炎放射だ。当たった、まずまずのダメージ、ここでノックアウト。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでスリーパーの登場だ。未来予知の攻撃を受けた。あーっとダウン。あ、次のポケモンを準備です。ここでファイヤーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。鋭い攻撃、いい当たり。未来の攻撃を予知したぞ。両者とも大健闘です。ここで灼熱の大文字、よし当たった。おっとダウンだ。あ、立てるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでプクリンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。おっと日差しが弱くなりました。強く照りつけていた日差しも和らぎ、戦いの状況にも変化がありそうです。強い攻撃、よし。ここで一発ヒット、いい感じです。激しいバトルです。姫の一撃が当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。